このようなハニカムペーパーを作ってみたいと思います。これはクリスマスのツリーです。紙をたくさん重ねてこのように丸い球ができます。20枚の紙を半分に切って40枚重ねました。紙の目はこっちの方向、こっちは垂直の方向。紙の目に沿って糊を入れていきます。糊を入れる用紙を作ります。ちょうどよく便箋の線を利用したいと思います。2本の線で1つの間隔を作っていきます。丸と×と丸と×順番に糊を入れていきますので印をつけていきます。 ABAB でもいいし、白、黒、うさぎ、白、亀、うさぎ、亀でも自分でわかる記号を入れていってください。ちょうどよく位置に用紙が当たるようにします。紙が動かないように仮止めをします。最初に丸から入れていきます。少しぐらい曲がっても、歪んでも、ずれても大丈夫です。これで40枚貼り終わりました。今回使った糊はこれ。